夏っぽくなってきたよね。夕方が特にって感じするな。うん、夕方よく買い物に出るんですけど、帰ら今日あのマクナルドに行ってきたんですけど、どうしても食べたくなってマクドゥナルドに行っちゃったんだけど、今日さまたみんなに怒られるけどさ、今日なんかご飯なくて家に食べるもんさなんもなくてさ、やべえと思ったのにめんどくさくてさ買いに行ってなくて食べなかったんだけど、さお腹空いて夕方にさマック買いに行ったんですけど、なんかあまりにもさお腹空いてたからさなにとね、サムライマックとダブチとあとなんかビッグマックとみたいなポテ投げとめちゃ買ったの。いや今なら食べれると思って、いやいける今なら食べれると思って買って帰ったんだけど、ポテト食べたら満腹になって絶望した。ちょっと満腹の兆しが見えた、ポテトを1個食べただけでやべえと思って、ん兆しが見えると思って食べて、サムライマックを3分の2ぐらい食べた時に限界が来てやめました。でうちには大量のハンバーガーがありますので、明日はもう明日下手したら明後日の朝までマックかもしれん。やべえ大変だって、やべえことになった。買っちゃうじゃん、なんかさお腹空いてる時っていっぱい買っちゃうの、しゃあないやん、お腹空くんだから。お腹空いてる時いっぱい買っちゃうんですよ、やらかした。でもまあ1、2、3、4、まあ、5食分だと考えたら実質2日分だよね。今日の夜、明日の分、明後日の朝だから2日分。もうなかなかいいじゃないですか。1食500円未満に抑えられている。素晴らしい。なんかさ、味の薄いものだといっぱい別に普通に食べられるんだけどさ、味の濃いものがたくさん食べられなくなってきた。なんだろう、ご飯、ふりかけご飯とかだったら結構いっぱい食べてもそんなになんだけど、マジなんかさ、それこそケンタッキーとかさ、味の濃いものを食べるとさ、あんまりたくさん食べられなくなってきた。やば。すぐお腹がいっぱいになる。ちなみに今日は賞味期限が20日切れたおいこさま朝食べたぞ。食べるものがなかったからな。ガハハ何も食べてないわ、もったな。ヨーグルトと、あのスルメイカを食べた。20日食べ過ぎたおいこす、匂い嗅いだら変な匂いしなかったから食べてやったわね、ガハハいけるいける、いやいけたいって、いけたいけた、今のところなんもない。ずいぶん発酵させたな、もうすごい熟成されてた。おいこすも今更食べられるとは思ってなかったんだろうな。え食べるんすか、蓋開いた時びっくりしたやろな。もうこのままゴミ箱だと思ってましたみたいな。全然行きましたけどね、まあ全然余裕でしたけどもね、味普通だったしな。いけるいける、追い越すの気持ち派考えろ。いやいやいや、追い越すは逆にこんな賞味期限切れたのでもう捨てられると思いましたって思ってたから感謝してる。逆に物を無駄にしない男、それが私階段でございます。絶対に無駄にはしねえ。追い越す高いし、150円ぐらいすっから、あいつ高いからな、捨てるわけにはいかん。よく言えば物を大切にする、悪く言えば貧乏症。よろしくお願いします。食材の大切さを何よりも知るライバー、よろしくお願いします。なんかヨーグルト食べるタイミングが分かんないんだよな。ヨーグルトだけ食べてもさ満腹になっちゃうしさ、ご飯食べた後にデザートとして食べるにはなんかお腹いっぱいになっちゃうんだよ、いつもデザートの前にお腹がいっぱいになっちゃう。はい、しょうがない、追い越すを食べるタイミングがないなかったんだ。別にさ、それでさガリガリに痩せてくとかいうわけでもないんだよな。別にリングフィット、リングフィットだってドタドタするじゃん、下に響くからあんまやりたくないんだよ。スタジオ行ってやろう、やだよわざわざ行くの、なんでよ、嫌です
やーです。やだよスタジオ行くの。公式の配信とかで行くのも嫌なんだから、めんどくさくて。そうね、結構好きですね。マックはまだビッグマックが残ってる。今日さ、お外仕事だったからさ、外でちょっとね、だったんで、家にあるもの食べてないんですよね。からまあちょっと今日か明日か食べますけど。え、マック冷蔵庫に入れてたら大丈夫でしょ。一昨日だよ、だってまだ1日しか経ってないよ。夜買ったんだもん、だって1日じゃ腐らんよ、マックは。1日じゃ腐らんって。あれ昨日だっけ。昨日だよね、あれ。一昨日だっけ。あ、一昨日か、買ったの。いや、まだいけるよ、2日前は。一昨日のマックはいけるでしょ。いや、冷蔵庫入れてるから余裕余裕余裕。バカバカバカ、20日経ったおいこす食えるんだぞ。そりゃ大丈夫だって、2日過ぎたマックくらい余裕余裕。まあ今日はね、このままちょっといろいろして寝ますけども、明日もなんかちょっとやんなきゃいけないんだよな、外で。嫌になっちまうぜ。